エネディ山地は、チャド北東部の東エネディ州と、西エネディ州にまたがる砂岩の山海で、長期間にわたる侵食によって形成された。サハラ砂漠には、アイル山地、ティベスティ山地などの山海があるが、エネディは主要な6つの山海の一つに数えられる。独特の地形には、かつてサハラがより湿潤だった時代の名残をとどめる、生態系が育まれており、 サハラのエデンのソノという異名を持つ。侵食により生まれた多彩な地形の自然美と、そこで育まれた生態系、さらには、戦死時代に描かれた岩江軍が評価され、2016年にユネスコの世界遺産リストに記載された。2010年代時点では、一帯には約4万人が暮らしており、主として遊牧ない市販遊牧生活を営んでいる。英語では、 エンネジマッセイフあるいはエンネジプラトと呼ばれ、日本語ではエネディ山地のほか、エネディ山海、エネディ高原、エネディ大地などとも表記される。エネディ山地の最高地点は標高1450メートルである。その山地には長期間にわたる風と水の侵食の結果、峡谷、先峰、石柱、迷宮、アーチ型、マッシュルーム型、 煙突型などの様々な事物に似通った奇岩といった特徴的な地形が多く見られる。その異常的な景観は国際自然保護連合の専門家からも評価されている。エネディ産地は年間5 0ト、mm、ルから1 5 0ト、mm、ル程度の雨が降る。その降水量は決して多いとは言えないが、それでもゲルタと呼ばれるエネディの強国軍には一年を通じて 水の干上がらない場所ができる。そうしたエネディ山地の環境は豊かな動物性を要しており、そこには西アフリカワニが含まれる。西アフリカワニはかつてサハラ砂漠が今よりもずっと幸運に恵まれていた時期にはサハラ中で見られた生物であった。エネディの西アフリカワニの個体群に見られる顕著な特質は孤立したことによって生じた矮症化である。 その個体群は一帯の過酷に形成されたアルシェーのゲルタなどのわずかな水場に生息しているが絶滅の危機にさらされている。かつてはライオンの西アフリカの種も生息していたが1940年代に確認されたのを最後にすでに絶滅したものとみなされている。一帯にはかつてこの地にいた人々が描いた岩絵が残されている。その期間は 約7000年間に及び、アルカイック期、ボビディエン抜きの3期に分かれる。その様式は16に分類され、描かれているモチーフは1万を超える。ボビディエン抜きの頃は、牛や羊の牧畜の様子が見られ、カムリ抜きには、ラクダや馬が見られるようになる。分けても人を乗せて飛ぶ馬や、ラクダのモチーフは、他では見られないものである。岩の表面には保護のために、 アカシアの樹液がかけられており、その画材には、オークルのような無機物や、卵などが利用された。サハラ砂漠には、タドラルとアカクスのような岩江遺跡が他にもあるが、エネディ産地の岩江群は、その集積された規模の大きさという点で特筆される。2017年春に、アルシェーノ・ゲルタで、来訪者によると思われる落書きによって、岩絵が上書きされている例のあることが確認された。 この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2005年7月21日のことだった。正式な推薦は2015年1月28日に行われたが、その後の世界遺産委員会の諮問機関とのやり取りを踏まえた判断として、チャド当局は推薦面積を304万4500ヘクタールから244万1200ヘクタールへと縮減し、 主として全体の約20%にあたる北部地域を除外した。しかし、この修正がかえって諮問機関から否定的に判断された。文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議はアフリカの岩い遺跡であるゾディロ、マロティドラケンスバーグ公園などとの比較を踏まえても潜在的な価値は認めうるとされた。他方、自然遺産の諮問機関である 国際自然保護連合は、同種の自然美が認められたワディラム保護区、サハラの自然遺産であるアイルテネレ自然保護区、同じく複合遺産であるタッシリ・ナジェールなどと比較しても、潜在的な価値は認めうるとした。しかし、いずれも、範囲の最高が必要であるなどの理由から、登録延期を勧告した。諮問機関のその判断に対し、2017年の、 第40回世界遺産委員会では、逆に委員国から登録への好意的な意見が相次ぎ、縮減された範囲だけでも顕著な普遍的価値は認められるという意見や、アフリカ枠の物件が2年連続で登録されないことへの懸念などが示された。また、チャド当局からは、準備が整えば縮減した北部についても、拡大登録を検討する用意があることが表明されるなどし、 議論の結果、縮減された範囲での逆転登録が認められた。チャドの世界遺産としては、ウニアンガコ軍に続き2件目、複合遺産の登録は初である。アフリカ枠では5件目の複合遺産となった。この物件の正式な登録名は、英語、エンネジ・マッセイフ、ナチュラルカルチュラルランドスケープ及び、フランス語、マッセイフ・デール、エンネジ・ペイスジ・ナトゥアル・イ・クルトレルである。 その日本語訳は以下のように揺れがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。